俺はちょっと異常体質だから <laughs>、あの普通の人と違って、睡眠の回数とか、ノンレム睡眠の回数を睡眠の中で増やして、他の選手より回復を早くするっていう方法を駆使して、陸上競技っていう競技で、他の選手が10年も15年もやってるところを2年半ぐらいで、彼らのフィジカルの能力を追い越したっていう実績を出してるんですよ。の僕のトレーニングは基本休みがないんですよ。レストがないんですよ。あの、女子競技の試合やった次の日、 も練習しちゃうんですよで試合に出た次の日も練習なんですよ、基本。なんでかって言ったら、まあ言ったら 100m とかもそうだけど、試合が一番楽なんですよ。なんでかって言ったら、練習では試合以上に走ったり、フィジカルトレーニングをめちゃめちゃしてるから、練習の日ってもうレストみたいな感じなんですよ。1本早く走るだけとか、まあ女子競技にしたって、1本早く走って、1本遠く飛んで、1発遠く投げて、1発高く飛んで、1発400速く走る。で、1発ハードル早く走って、1発円盤。 遠く投げて、棒高い時になるべく高いところまで飛んで、やり投げ一発遠く投げて、1500根性で走りきるっていう、もうこれだけなんで、でもトレーニングではもっとハードなんですよ。もっと練習するんですよ。毎日本当に僕、現役時代だと、本当に走る距離も、距離っていうかね、合計の距離ね、短いスプリントとか、ミドルスプリントとかを本当にすごい数、朝と晩に、あの朝とか午前と、 あの深夜にやるんで多分普通の選手だともう肉離れとか膝やったり腰やったりして終わりぐらいのメニューを自分に課すのでだけどそれでも怪我しない僕の理由はあの本当に睡眠とかを研究してあの成長ホルモンって呼ばれるものだったりとか男性ホルモンなんテストステロンとかっていうものがノンレム睡眠の時に分泌されるとかっていう情報からじゃあその分泌される回数を増やせば 成長ホルモンが多く出るんだから他の人が疲れてても俺だけ回復早いよねっていうはいそのためには何をするべきなのかとか日常生活でそういったあの回数を増やすためにはどういう暮らしをしたらいいのかっていう研究を高校時代から毎日データを取って研究してたんで大学の3年生で十種競技を始める年にはちょうど6年間ぐらい高校からデータが取り終わっててあの本当に素晴らしく効果の高い睡眠と休養ができる準備ができ てたんであのー、俺のトレーニングっていうのは基本的にあの休みがないんですよ。毎日成長して、あの毎日ベスト出していくっていうあの方向性だったんで、僕はコーチには向いてないんですよ。あの正直、あのこういう一般的な教会のコーチとかには本当に向いてなくて、はあ、俺だったらもっとトレーニングしちゃうから。なんでかって言ったら、先にスポーツを始める人を追い抜くのは、 その人たちよりもクオリティか量もしくはその両方で上回っていないと絶対に追いつけないからなんですよ。だからその方法が僕のスポーツのトレーニングメソッドなので、俺マジであのスポーツ選手のコーチ向いてないんですよね。あの以前ねなんかあの陸上選手の幅バびの選手のコーチをしたことあるんですけど、武井さんには普通の人間の感覚がわからないんですよって言われたことあるし。は <laughs> い まあでもあの、受診競技の日本代表のコーチやってた時も、あの、今、後ろ圭介っていうね、あの、日本記録保持者がいますけど、あの、彼が、あの、育成時代の時に僕がヘッドコーチとかをやってたんですけど、彼も、あの、僕が合宿中に、深夜とかに、よし、ここからダッシングソとか、選手を招集して連れてったりするもんで、マジですかつって。 あの大変だなって言ってたけどそこに回復するためのメソッドだったりとか体を思った通り動かすためのトレーニングだとかをあの教えて無駄なエネルギーを使わずに最大限のエネルギーをであの無駄な技術練習を必要しなくするために体を動かす技術を手に入れようっていうトレーニングをしてそれにあの彼らはついてきてくれてたんで当時本当に後ろ君も気持ちいいぐらい記録も伸ばしてくれて。 本当に僕はあの、コーチ、妙利に尽きる時間を過ごさせてもらって、はい、あの、やってくれれば絶対に伸びるんだけど、あの、やるには本当に超人的な忍耐力が必要だと。後ろ、ケスケとか中村明彦のような超人的なフィジカルが必要であるというね。はい、当時の女子競技の選手たちは本当にほとんど全員100メーター10秒台になってたりしてたんで、まあ、それぐらいフィジカルも伸びてたし、まあ、いい時間が過ごせたなっていう、いい思い出なんですけど。ああ、はい、おい、おい、おいおい